今回ロケでね使用したタックルですが、まずロッド、このスピンパワー385シリーズどうでした？良かったですね。最初はね、誰もがみんな思うんだと思うんですけど、この長さ、長さで、新しい長さね。そうですね、385という長さ、これが20センチ従来より短いので、みんな飛距離に関してどうだろうという不安というか疑問を感じられる方もおられると思いますが、その不安は一瞬にして消え去ってしまいましたね。僕もね、テスト段階から、まあ、かなり長い期間振ってるんですけど、まあ、今まで僕405振っててね、で385振り始めてから、その20センチ竿が短くなったということで、スイングスピードが速くなったように感じるんですよ。それはね、自分もやっぱり同じように感じましたね。この高が20センチ、サルド20センチという感じで、もうスイングスピードが従来よりもかなりやっぱり速くなってますね、実際。で、スイングスピードがやっぱり速くなるっていうことは、その分重りの初速が上がるじゃないですか。そうですね。だから従来の405での飛距離とそう変わらないぐらい飛んでるんですよね。それとハイパー X 構造にスパイラル X のね、構造の相乗効果で曲がってからの反発っていうのがすごいじゃないですか。半端ない反発でね、曲がってからガシンと一気に戻ってくる、このあれなんかたまらないですよね、あの反発は。だからこの差は短い上にスイングスピードが上がって、なおかつねじれ強さのからくる反発の強さ、はい、これであっという間に飛距離 の長さの差をね、全く補っているような感じですね。ねじりもやっぱり少なかったですよね。それとまあキッスリって手持ちで吊る竿ですから、やっぱり軽いに越したことはないでしょう。もうそれが一番のメリットかもしれませんね、釣りにおいてはね。ですよね。それとこのカラーリング綺麗ですよね。綺麗ですね。このパールね、散りばめて、特にこう太陽光線やった時なんかすごいおしゃれなカラーでね、ラメ模様が光が当たるとよく見えますね。僕も個人的にすごく気に入ってるんですけど、このスピンパワー385にね、引き続いて今後405という企画もあります。そうですね。で、我々ね今テストしてるんですけども、やっぱりキャスターはその2つに分けるとね、スイングスピードで距離を稼ぐキャスター、まあスピード型ですよね。それと竿の胴に乗せて投げるパワー型っていうか、トルク型のキャスターに分かれると思うんですけども、やはり今後そういう使い分けも必要になってくると思うんですよね。そうですね。それはやっぱ個人の特性というかね、はい、特徴に合わせた差を選んでいただくということで、はい、405が合う方、はい、385シリーズが合う方、はい、それは個人それぞれだと思いますんでね、はい。今回使いましたリールスーパーエアロキスペシャルコンペディション、ね、これ待ちに待ったこのパールホワイトカラー、どうですかこれ。やっぱり色はやっぱり綺麗ですね。質に合わせたこの白っていうのはいいですね、やっぱり。それとまずまあ重量も軽いんですけども、あの円筒のまあ要素ね、三大要素3つあるんですけども、やっぱり軽量、 それとまあテーパースプール、それとまあスーパースロー10という三つ巻き機構が搭載されてるんですけども、この綺麗に巻けるこの三つ巻きですよね。その3つを兼ね備えてるんで、やはり遠投にはすごく有利になると思うんですよ、このリールは。間違いないです ね本当に。まず軽さ、従来よりもまた軽くなって、はい、一段とスイングスピードのアップに貢献しますね。このスピニングリールを投げる時には必ずリール上にするじゃないですか。その時にこの軽さっていうのは全然こうブレないから、重いとね、どうしてもその中心からブレようとする方向に力が働いちゃうんでね、軽ければ軽いほど竿と一直線になって振れるやつさん。だからキャストの時にも全然ストレスにならないし、 そうですね、それとこのテーパースプールとこの三つ巻きがこの糸の放出の時に効果を発揮してくれて、もう音がほとんど出ないです。あれにはびっくりしましたよね。この音のちっちゃさっていうのはびっくりしましたね。従来型よりももう本当に音が静かになった分、はい、やっぱり糸の抵抗がないんだなということを感じますね、改めてね。
それとまあキス釣りではね、リールさびき、いわゆるこう一般的なリールで巻くさびき方、それと竿さびき、竿でさびいて糸ふけを取るさびき方と、まあ2つあるんですけども、どちらにも対応できるリールなんですよね。それとあとこの巻きの軽さですよね。これはやっぱり X スリップの効果じゃないですかね。もう縦掛けした場合でもね、あれこんなにいっぱいいたのっていうぐらいの軽さで巻いてこれますよね、今回でも20センチ超えるようなやつがね、レーンでずらずらっと来たんですけども、もうびっくりするような軽さでもスムーズにスーッと浮いてきたんで、楽に上がっちゃいすぎるぐらいですね、本当にね、この力強さと軽さにはびっくりしましたね、改めて。やっぱり巻きが軽いということと剛性もあるということは本当に素晴らしいことですね、はい、まあ、それとこれね、デザイン斬新なこうオープンスプールになってるんですけども、万が一のためにね、こういうサンドプロテクターという、このまあ分かりやすく言えば、ここから風が強い時なんかは砂が入ってくるというまあ心配があるんですが、まあこういうサンドプロテクターを内側からパチンとはめていただければ、そういう砂の侵入の防止にもつながりますし、で大雨の時なんかもね、このシャフトのところに結構雨水が溜まったりするんで、まあそういう風な雨水対策にも一役買ってくれますよね。今回キス釣れるポイントが結構遠かったじゃないですか、7色とか8色とか、その時っていうのはやはり今回のタックルの組み合わせですよね。スピンパワー385シリーズとこのスーパーエアロキスペシャルコンペティション、この組み合わせがもう最強だと思うんですよ。そうですね、